畑をやってると、まあ、アブラムシで困ったっていう相談、まあ、結構あったりして、農家で集まったとしても、アブラムシがいっぱい発生してしまって困ってますっていう話があるんだけども、大体それは原因っていうのは栽培者にあって、まあ、何かっていうと肥料の上げすぎです。大体アブラムシがいっぱい出るっていうのは、肥料、特に窒素をいっぱいあげてしまうとアブラムシが寄ってきやすくなるんで。だから俺の畑でアブラムシが異常に出て困ったっていうことはありません。ただ一箇所出してしまったことがあって、その時はね、バイト先でね、俺の修行先、新しい仕事の修行先で、まあ、牛糞堆肥が2袋ぐらい出たのね。で、それ投げると。でも投げるの惜しいなと思って、ね、もったいないじゃない。ね。で、持ってきて、ブルーベリーに撒いたのね。で、そこに、自分で持ってた小松菜の種をまいておいたのね。で、大きくなりましたと。やっぱ肥料は入ってると違うなって思ってたんだけども、で、次の年まで置いて、一冬越えて、そうすると花が咲いて、その花を置いとくと種がついて、その種取って、またまいたりとかしたんだけども、ね、その種の部分にいっぱいアブラムシがつきました。近くの畑、俺のやってる畑には一切アブラムシ出ないんだけども、そこだけアブラムシ大量に出ました。そこだけね。ね、まあ幸いウイルスの被害出なかったんだけども、アブラムシって植物を噛んで吸収、汁を吸って、生きてるんだけども、それ吸って、この植物が病気だったとする。そうするとウイルスを持った状態で違う植物を吸うっていうと、この植物にも感染が広まるっていうことで、まあ、困ってるんだけどもね。まあ、うちに来たやつはそういうウイルスを持ってなかったから全然問題なくね、過ごすことができました。アブラムシいたところで別にそんな俺気にしないんだけどもね、結局のところ。ただでも見た目は良くないよね。で、もし見た目良くないし、今回は良かったけども、良くない時もあるかもしれないから、やはり、肥料の上げすぎっていうことには気をつけてもらいたい。その栽培するときね、土に入れる肥料の量、特に窒素の量っていうものをちゃんと考えた上で、栽培してほしいなと思います。で、それがついてしまったらどうすればいいのかっていうことなんだけれども、手で取るにはちょっと小さすぎるし、柔らかいから潰れてしまうと。で、よくやるのが牛乳と水を半々で入れて、シュッシュッシュッって霧吹きでかけるってやり方。これやると、その牛乳の成分が固まって呼吸ができなくなって死ぬっていうらしいんだけども、俺も小さい時それ聞いてやったんだけども、あまりうまい具合に効果出なかったなっていう記憶がある。あとは木作液、畜作液、木炭とか竹炭とかを作った時に出る、そのなんだタールでもないか、なんだ黒っぽい液体、それを水で薄めてまくっていうのもあるんだけども、まあ、自然農法の規定でいくと、土に土壌改良としてそれを使うのはありらしいんだけども、葉っぱに使うのは NG だよっていうことらしいんで、まあ使えないかなと。ただ自分で食べる分には別に問題ないんで、あとでは、でも匂いが気にならないんであれば使って問題ないと思います。で、俺がさ、そのブルーベリーにやって、根元に生えた小松菜にいっぱいついた時の花にいっぱいついた時、種になってからだ、ね、いっぱいついた時どうしたかっていうと、ホース引っ張ってきて、水を直射、ストレートバーって、一直線に飛ぶやつ、あれでガーって吹き飛ばしたのね、油虫を。そしたらその後戻ってこなかったんだよね。まあ、水の圧で死んでしまったのかもわからないし、わかんないけども、特にそれで戻ってくることもなかったんで、まあ、一つ最終手段として使えるんじゃないかなと。ホースの水で勢いよく出してバーッと飛ばしちゃうっていうのもありなのかなと思います。で、まあ、やっぱりそのやっぱり根本は肥配管理、肥料の量の管理、これが大事になってくると思うんで、その辺を気をつけてもらいたいと。で、もし入れすぎたなと思ったんだったら、まあ CN 比ね、前の堆肥の話で出てきてる CN 比、窒素と炭素の割合を調整してあげる。炭素が多い、まあ、ススキとか、そのイネ科の草を入れるとか、まあ、栽培地はちょっとできないんで、まあ、酸素に触れて、ガス化させて、ぬかすために中耕、中を耕す、栽培中に耕す、
中古で表面をこう空気入れてあげて土をねかき混ぜてあげて、空気と反応させてガス化して抜くとか、あとは水をいっぱい撒いて水で地下にどんどん流してしまうとか、そういう方法もあるかなと思いますけども、まあアブラムシもう一回来てしまってればもう植物の体内の中に窒素がいっぱいあるってことなんで、植物にアブラムシがより安い植物になってるってことなんで、それやっても意味がないかなと思いますね。うん、まあ結局のところやっぱり一番最初に肥料をどれだけあげるかってこと、元肥料を少なくすればいいかな。で追肥をまた多くやるとまたそれがいっぱい吸ってアブラムシが来る原因になるんで、やはり肥料をどのくらい入れるかっていうことをちょっと考えてね、窒素の量を考えて栽培してもらえれば、アブラムシはあまり来なくなるんじゃないかなと思いますんで、その辺気をつけて栽培してもらえればと思います。